皆さん、こんにちは。トホクズンコです。はじめまして。トホクキリトンです。あら、キリちゃん、元気？はいはい。ところで、前に実況しはった二人はどこに生きて、なぜ私たちがここにいるんですか？あ、シルちゃんとユニちゃんね。あの二人は今アップグレード中だよ。マスタがあの子たちのために新しい音声合成技術を開発中だよ。そうですか。ソ直にボーカロイドでボイスロイド用に言葉を調教したのことはめちゃ難しいから。実はそれはただ口実で、やはりあの子たちより私たちが人気が多いからが理由じゃないかな。とにかく今日プレイするゲームは何ですか？今日のゲームは私たちが出るの美少女ゲーム、ドキドキスイートガールフレンドでした。あ、なんだこれ、あの安物イラストは。それでも一旦は公式コラボレーションだろ。はいはい。さて、サクサク行きましょう。トホクシスターズの特別実況入ります。レディアクション。主人公のゼリフか。こんなゲームの主人公のタイプは二様です。ハンサムまたは平凡。確かに一つの共通点は学校のすべての女が彼を好きってことです。しかしここは学校じゃないって見えるけど。和菓子、つまらないことですね。主人公がこの和菓子店の主人でみたいだよ。これ経営シミュレーションゲー。ヒロインはいつ出るんですか？ゆっくりしていって、キリちゃん。今撮った始まったよ。お、綺麗な少女。でも、どうせズンネ様でしょう。何よキリちゃん。私がヒロインだから不満なの？コーメンモンジャオテオナドンが。あうん、あの人生、私がパンタより人気が多いでことは知るっていいんですか？静かにしろ、キリちゃん。今重要なシーンだよ。私が倒れたみたい。は、病弱なふりは。私のイラスト、悪いないね。確かに、公式イラストよりはいいの見えるんですね。そうでしょ？特に、ボイスロイドパッケージのことは最低だった。まるで北朝鮮のアニメ風なウコ女みたいだった。まあ、けど、一旦、クミさんのイラストよりはいいんじゃないでしょうか。キリちゃん、それはひどいじゃん。グミのイラストと比較とは。和菓子を食べせつもりか。そんなバカな。ね、ずんだ餅をたくさん。キリちゃん、やめて。私がずんだ餅だけを食べることが設定だよ。社長がさせったものだけよ。私も知りたいね。ああ、やっぱり。ちょっと、キリちゃん。まだ断定しないで。私が和菓子を食べたいと言ってこともできるんだよ。私が正しいったんです。あう、恥ずかしいね。早く次のシーンに行きましょう。どうせのことなら私が登場するのシーンに行きたいですね。はいはい。それじゃ映像を移動します。どんな状況ですか？誰かが店を襲撃していると見える。まさか。そう、そんなまさかだよ。あははははは。あのバカやろ。キリちゃん、初登場は強者用にキリタンポを撃つなものなんて本当に見ものだよね。うるさい。ふんみょうあんたを助けにためにあれよ、うなやったなのに笑うな。助ける？誰から？
もちろん主人公からじゃん。多分私はあの状況を誘拐と思うとみたい。だからバカみたいということだ。とにかくうるさい。あら、選択肢が来た。どれを選ぶのから好感度が変わるのかな。まあそれはないみたいけど、どうせのことなら積極的な態度がいいんでしょう。うるさい君。お、かなりタフだよね。でしょ？私の未来の夫みたいだね。幸せ回路は禁物です。何、あの変態が。お姉さん、結婚はもう一度思うと思うのが。静かにしろ、キリちゃん。今重要なシーンだよね。何が重要なシーンですか。結局、ツンネ様が私を発見すると和解するじゃないの。本当だよね。ドラゴンキューボールは何か。多分、ドラゴンクエストとドラゴンボールをミックスしたのものみたいですね。お、イタコネ様だ。ヒロインたちがみんな集まったから、サクサクエンディングに行きましょう。美少女ゲームの主人公は本当に便利ですね。何もやるないけど、女が自ら告白か。何が何もやるないと言っているの？選択肢をよく選ばないと来ないエンディングは来るないんだよ。ちょっと、なぜ最後のヒロインが二人だけ？私はどこ？ああ、これ差別ですよ。差別じゃないよ、キリちゃん。小学生を攻略するゲームは犯罪でしょ。ふっ、あなたたちだけ遊ぶんですか。よし、今今に耳を。マスター、重要な瞬間に。火線、ズグ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 。何、本当？うわあ、あはははは。はお姉さん、タコネ様に負けけったんだよ。ありえない、裏切ったの、マスター。この変態。あのおばさんに。落ち着け、お姉さん。やっぱり、若い女が教育をしてくれなければならない。覚悟しろ。うわあ。ちょっと、待って、お姉さん。教育って、あら、何をしているの？皆さん、すみませんけど、今日はここでおしまいします。ご視聴、ありがとうございます。お姉さん、やめろ。